木豊、佐々木朗希に辞めてメジャーと契約すると言われたら終わり。同一契約書には選手側に辞める権利があるわけで、仮に佐々木が辞める権利を行使し、それを知ったメジャーの球団が佐々木にアプローチして契約することも、可能性は限りなく低いにしてもゼロではありません。ルールがなければ、普通では考えられないこと、あまり想像したくないようなことが起こりうる。選手は FA 権を取得するまでは立場が弱いですが、その前に最終手段として辞めますと言って、メジャーの球団と契約されたら終わりですよ。もう佐々木の勝ちやん。3年間保有権はロッテにあるんだっけ。高木豊が老害化したのが残念。MLB サイドも NPB とのパイプは残しておきたいから無茶苦茶なやり取りはしないやろ。日本人辞めて亡命するってことやろ。任意引退して3年くらいアメリカの独立かどこかでやればええやろ。まあでもプロ野球のルールって、当人同士が納得すればどうとでも破れるっていうのが、こないだの和田の騒動でわかったからな。間を取ってホークスに金銭トレードだな。ロッテでプロ野球のレベル肌で感じ続ける3年間と、その辺で野球の練習やる3年間なら、後者選ぶ気違いおらんと思うが、3年間は移籍できないんだろ。もう選手生命終了の選手しか行使しようがない。ロッテが過保護すぎたな。規定に一度も到達せずに出ていかれそうなるとかさ。ロッテでは成長できないと判断したんやろ。体力もついてないしな。でもロッテが日本の司法が世界で活躍するのを邪魔してるのは事実だよな。実際そうだからな。一年も経てばもうほっとけよ。ロッテもさっさと保有権捨てろって風潮になるわ。のも、Y の真似はできんぞ。ご視聴ありがとうございました。